said in an interview that he said that he personally liked to film strong people because he is weak. インタビューを読んですごい強い人に興味を惹かれてて、そうです。自分自身は弱い。そうです。というふうにそれについてちょっとお伺いしたいという。はい。Is it still like that? 今もその考え方は変わってない。Why he choose?This. その強い人を選ぶ。Why is he weak? Why he なんで自分は弱いと考えてるか。Super master and he say he's 私たちにとってはもう尊敬すべき素晴らしい。要するに弱いって、要するに喧嘩も弱い。なんて言うんでしょうか、その意志もそんなに強いっていうふうに思ってるわけじゃないんです、自分でね。で、そう賢いわけでもないし、運動神経が並外れてるわけでもないし、結構、なんていうか、小ずるくしてしまうし、時間があると何か一生懸命勉強するかしたらだらけて何もしないしっていう、いっぱい弱い自分のウィークポイントがたくさんあるんですよね。でしかし関連的にはやっぱり強くて、やっぱりなんていうか勉強しなきゃいけないし前向きに生きなきゃいけないっていうふうにも思ってるわけですが、なかなか現実にはそうはいかないと思ってるわけです。だからこそ、強い人を主人公に選んで強い人にカメラを向けることで、その主人公から鍛えてもらいたいっていう欲求があるんですよね。それはもう一つ言えば、私お父さんっていう人がいないもんですから、ファーザーコンプレックスが多分自分の中で大きい要素としてあると思うよね。だから誰かにこう指導してもらいたい、教えてもらいたいっていう欲求が非常に強くて、その欲求がその強いタイプの人、明快に、権力に対して戦うっていう人を、意識的に主人公に選んできたんだっていうふうに思ってます。それは今も基本的に変わってないような気がします。その強い人に対する恐怖みたいのはあるんでしょうか？恐怖はないです。要するに憧れです。はい、どうでしょうか。私、ドキュメンタリーっていう作業がすごく好きでね、映画というのはやっぱり自分なりに自分の考え方あるでしょ。自分なりのドキュメンタリー理論がね。で映画とは、つまりドキュメンタリーとは人間の感情を描くものであるという、なんていうか自分なりの理論があって、で人間の感情を描きたいと。でその人間の感情を描くときに、つまり、インタビューっていうものを撮るときには、つまりそのインタビューって言葉なんで、言葉ってつまり自分の体験をやっぱ言語化するわけだから、整理整頓がついちゃうわけでしょ、言葉にするってことは。で私が見たいのは、その言葉、整理された言葉の前、その感情が混沌と渦巻いてる、激しく葛藤してたり、感情が渦巻いてる、まさに何ていうか、その言葉として成立する前の状態を何ていうか映像として捕まえたいという欲求がとても強いんですよね。でそういうものも2時間の映画の中で、その感情がこう渦巻いてる最初から最後まで、そういう映画を作ることが理想なんですけど、現実的にはなかなかやっぱり言葉に頼らないと、物語を作りにくいっていうところがあってね、結構インタビューなんかしちゃうんですけど、本当は私はインタビューっていうやり方は好きじゃないんです、基本的にはね。やっぱり基本的に私は1945年生まれなんで、日本の中に戦争が負けた時に、民主主義が日本に導入された。で私は1945年生まれということは、つまり民主主義が日本に導入された時に生まれて、だから日本の中に民主主義が育っていく過程と一緒に私が成長してきたということがすごく大きいと思うんですよね。つまりもう意識的に無意識的に民主主義的な価値観がですね、もう体の中に染み付いてるっていうふうに思うんですよね。それでよくなんていうか、人間の感情を捉えようとするときに、喜怒哀楽と愛憎ありますよね、感情の中に。で喜怒哀楽とか愛憎というのもそのどっから生じるかって、ほとんどつまり、
なんて言いますか、一部の権力者が、つまり、人民を支配する構造として、さまざまなシステムというのがありますよね、うん、大きく言えば資本主義というシステム、天皇制というシステムで、小さいことで言えば教育のシステムとかさまざまあると、そのシステムに人間は縛られているというのが最も基本的な考え方なんですよね。で、自分の怒りとか悲しみとか苦しみというのはみんなその、システムに縛られているから生じるわけだから、でそれを克服しようとするとですね、もう必然的にその自分の縛っているそういうシステムと戦わなきゃいけない、うん、というふうな、考え方が、そうですね、20代の後半ぐらいから自分の中で少しずつ出来上がっていって、うん、で一番戦わなきゃいけないのは目に見えるようななんていうかシステムよりも自分の心の中を縛っている、うん、つまりそれを道徳とかモラルとか、タブーとかいうふうに我々呼ぶわけでしょ。だからそれはかなり意識的に、今回の作品に関してはこういうタブーと多分ぶつかるだろうから、それは絶対に壊してみせるというふうに目標を設定して映画を作るというやり方を今までやってきた。今回の、はい、戦乱のね、はい、石渡村の映画を作ってしみじみ思うんですけれども、私たちは昭和の時代に1本目2本目3本目4本目って、4本目はもう平成になっていましたけれども、最初の3本はまさに昭和っていう時代のドキュメンタリーだっていうふうに思ってるわけです。でこの時はまだね、私たちの主人公は何ていうか権力に戦って、はい、何ていうかまだ戦うという生き方がまだ余裕あったって言いますかね、とか平成という時代になって、権力の方がこう抑圧する構造を強めてきた。だから今日本、私たちの今日本という国は、未曽有の危機にあるっていうふうに思ってるんですよね。つまり否応なくこう昭和の時代にかろうじてあった自由というものがどんどん今後退してるっていう感じがするんですよね。で今回 の, 実は日本国戦乱の映画は、私はそこまで実は意識してなかったんですけれども、今までの主人公と決定的に違うのは、何ていうか意識的に権力に対して喧嘩を売るっていうような生き方をしてない人たちを取るようなことになったわけです、はい、それはまあ、いろんな戦争があってね。でカメラを向けながら、一体俺は何をテーマに、何をメッセージに、メッセージをこの映画に込めればいいんだろうということで、8年間撮影期間かかったんですが、8年間ずっと悩んでて、それで、珍しいんです私の中で、いつもならテーマとかメッセージとか、あるいはカメラワークマンなんかも、こういうイメージで俺は映画を作るっていうのが大体はっきりしてて、今までは作ってきたのが、今回の作品に関してだけはね、全くそれが自分の中でイメージを持つことができなかったんです。でそういうなんていうか非常に自分にとってはしんどい状況の中で、それでもなんていうか懸命に作品っていう形にこうしていかなきゃいけませんので、していって自分でも驚いてるんですよ。自分のこう無意識のうちに内在してたテーマが浮上してきたってことに。でそのテーマっていうのが、昭和という時代にあったこう怒りを権力にぶつけるというような生き方自体が平成になって成立しないと。で私がカメラを向けた人たちっていうのは権力に対して意識的に怒るということをしてなかった人たちなんですよね。その人たちが、8年間っていう裁判闘争の中でやっぱり怒りって必要でしょ、怒らないといけないんじゃないかなっていうことに少しずつこう気がついていくという映画に基本的にはなってると。でその映画の中のそういう映画を作ることで私が気がついたことっていうのは、実は単に戦乱の人たちだけじゃなくて、今の日本の人民が持ってる課題、それ自体っていう風な感じを私は持ってるわけですよね。やっぱり映画って時代を記録するって言いますか、
その時代の中で何が今描くべき課題なのかということを発見していく、それがドキュメンタリーの仕事っていうのを思ってて、まさしく今回の戦乱って映画はそういう、なんていうか、はっきりしてなかった課題が8年間という時間をかけて課題がはっきりした、そういう作品だなというふうに思ってるわけです。変化っていう答えに関しては私ちょっと自信ないんですけれども、私たちの映画の作り方っていうのは、まあ何て言うんでしょうかね、まあ、撮りたい人がいると、その撮りたい人の生活に密着して、その人の生き方を邪魔をしないようにね、非常に冷静にクールにこうその人の感情のひだひだを記録していくっていうやり方じゃ全くないんですよね。そうじゃなくて、その人自身が持っている何て言うんでしょうか、戦う目標ってその人が持ってるでしょ。でその人にとっての戦う目標っていうのはどういうことかっていうと、人間はさっきも言いましたけれども、システムの中に生きてるので、システムの中に生きてる自分で、それはシステムの中に何て言うか、ある程度というか、かなりの部分妥協しないと生きていけないから、自分を抑えているというあり方の自分がいると。だけども その人自身の持っている欲望は本当はもっと違うところにあるんだと、こういう欲望を自分は全面的に解放して生きられると、それこそが自分にとっての自由であるというイメージを持っていると。つまりシステムの中でがんじがらめになっている自分というものを意識すればするほど、一方で自由である自分のイメージっていうのを人間は強く持つというふうな考え方がまず前提にあって、じゃあ映画を作りましょうといった時に、この自分本来自分は自由であるというイメージを、これからさ何年間かけて映画を作りましょうといったその時間の中で、それをやってみてくださいと、ね、せっかくなんでやりたいように生きたいように生きたいと思う、そのことを映画という時間の中で、カメラの前で生きてみてくださいと。でそれを私たちは虚構と呼ぶと、虚構だから演じるわけですよね。理想の自分を演じると、で理想の自分を演じるってことをやってください。で演じるということで、しかし劇映画と違ってドキュメンタリーだから、演じる場所はそのしがらみがある世界の中で演じるわけだから、当然摩擦が生じますね。じゃあ自分を縛っているものとの摩擦が生じます。でその摩擦が生じる、そのことがまさに克服すべき課題として可視化できてくる、ドキュメンタリーの作り方として。でその可視化できているその人にとっての縛りっていうものを浮かび上がらせながら、そしてそれに対して自分の自由のイメージは演じてるわけだからね。でそういうものをより鮮明にドラマチックに、人間の自由というものをお客さんにこうなんか示すと言います、自由ってこういうことじゃないでしょうかっていうふうに指し示せるようなこう方法論といいますか、そういう映画を作りたいっていうふうにいつも考えてます。だからね、さっき弱い自分って言いましたけど、映画を作ってない時は何にもしてません。ほとんどテレビをぼーっと見てたり、映画が好きなんで、録画してた娯楽映画がほとんどですが、映画を見てぼーっとしてるというような一日を送っております。だから逆にカメラを回してる時が俺の本当の生きてる時間だ、だから頑張るっていう風な、非常に何て言うんでしょうか、映画を撮ってる時だけが自分にとっての本当の時間、映画を撮ってない時の自分はまるで生きてない自分っていうような感じは非常に強く持ってます。人間ってやっぱり1回目に会った時よりも2回目に会う、それから3回目に会った時の方が少しずつやっぱり相手が心を開いてくれますよね。だから心を開いてくれるためには何回か顔を合わせると、それでコミュニケーションをそこで作りながら、相手が持ってる欲望がわからないとね、映画の作りようがないじゃないかっていう考え方を持ってます。だから、相手と仲良くなるっていうことは、つまり相手の持ってる欲望、相手にとその人にとっての自己解放、その人にとっての自由とは何かっていうことを知らなきゃ取れないだろう。
で私は学生に言うのは狙って取れよって言ってるんですよね、うん、あのやっぱり狙ってこそ初めて取れるんであってっていうふうに、いつも口を酸っぱく教えます。あの私はね、あの例えばあの技術的なことを言うと、私自分がカメラをやるでしょ、それでマイクはマイクマンをつけますの方が、フィルムを作ってる、フィルムで映画を作ってる時の経験からしてね、映像はあのカメラマンは映像を狙う、それでマイクマンは音を狙うわけだから、それはあのコンビで、いつもいつもあの映像カメラが狙うものとマイクが狙うものが同じとは限りませんもんね。だからマイクマンはマイクマンで、何を撮るべきかっていうふうにはっきり自分の意思で音を撮ってもらいたいっていうふうに考えるんで、やっぱりチームで映画を作りたいっていうふうに思っています。だから編集も自分が編集するというよりも、やっぱり編集マンがいて、編集マンのなんていうかやっぱ感性あるじゃないですか、映画のセンスで、そういうものをどんどん出してもらいたいっていうふうに考えます。だからチームワークで作品を作るべきであるという考え方を持っています。最後の質問なんですけど、はい、原監督のすごく映画すべてにすごく体力を感じるということで、はい、あのどこまでも諦めないで撮り続けるという、はい、この、まあ、特に長い時間を非常にかけて撮られている、はい、これをこの体力、長い時間っていうのはどこから来るものなんでしょうか。さっきも言いましたけどね、本当にあのカメラを回してないときって本当に何もしてないんですよ、ダラダラしてて本当に。だから、映画を作るときはその反発と言います、さあ映画を作るんだから、さあ頑張って生きようっていう風な、 そのリズムの繰り返しじゃないでしょうか。だから日頃から鍛錬してて映画に備えるなんてことはほとんどしないんですよね、実際には。いやありがとうございます本当に。すいませんね、忙しくて。一番最後の質問です。はい、いいです。一番その人生で重要なことは何ですか。重要なことですか。何だろう。私あの映画を作るっていう生き方をした時っていうか、今でもそうなんですけれど、商品を作るっていう感覚はあまり持たないんですよね。とにかくカメラを持って自分が関心がある人、あの物事よりも人物の方がほとんどなんですけれど、その人物に向かって、カメラを回しながら自分の生き方を探るって、それが私にとっての映画を作るっていう行為なんで、つまりカメラを持たない私なんて考えようがないんですよね。だから、死ぬまでくたばるまでとにかくカメラを回し続けながら死んでいくって、それが最高なんじゃないか。だから最も大事なことというのは映画を作り続けること、映画を作りながら自分の生き方を最後の最後のくたばるまで生き方を探りながら死んでいくっていうのが最高かなっていうふうに思ってます。今おっしゃった通り、私が聞きたいことですよね、ええ、なんで私を今回呼んでくれたのかって。まあ日本国という映画が完成して、それでまああのあの人名前何だったっけ、ジェイコブさん、ジェイコブさんって人が、はい、キュレーターの、はい、ね、知ってます、はい、彼がまあ東京に来てて、でじゃあ、日本国を香港で上映しましょうと、じゃあついでにっていうか、新宮もやりましょう、じゃあもう一本増やしましょうということで、結果的に今回3本かになったという経緯があるように理解してます私は。で、まあ、ドラマもやってるんですよ、1本作って大コケにこけました。今2つ目の劇映画を今シナリオを練ってるところなんで、劇映画はやらないわけじゃないんで、それはそれでやりたいと思ってる材料もありますし、やるんですが、ただドキュメンタリーの方が性に合ってるでしょうね、私にとっては。そういう感じはあります。だからドキュメントをしてもドキュメンタリーの方を、本質としては多くなるでしょうけれど、はい、で何でしたっけ、ドキュメンタリー、まあ撮り続けられる理由ですか。今おっしゃられてた、今、まあ、言った通り、はい、私本当にドキュメンタリー、何て言うんでしょうか、やっぱりいろいろ自分にとって課題があるじゃないですかね、これについて考えなきゃいけないっていうふうに
自分に言い聞かせるというか、自分にとっての課題がはっきりするときに、その課題を持って映画を作るっていうことが非常に多いんですよ。だから私にとってはそのどう考えればいいんだとか、どうやって生きていけばいいんだっていうことを考えていく時のツールって言い方すれば、もうカメラがないとそういう思考がこうできないぐらいに今もうそれがもう身についちゃってる感じがしますね。で、素手で誰かに会って、もう人間っていうのはやっぱり他人に見られる、見られてこそ何て言いますか、その他人に分かってもらいたいっていう衝動があってこそ、なんか自己主張がそこで発生するっていうふうに考えているので、その、見られてるっていうことの具体的なものとしてカメラがそこにあるっていうふうに考えるわけですもんね。だから何て言うか、そのカメラがあるからこう、まあ、奥崎さんにしろ誰にしろ、やっぱりそこでこう表現衝動というパワーエネルギーが出てくるっていう感覚はあります、うん、ただ劇映画とドキュメンタリーの違いみたいなことは今ほとんどあまり問題にならないというか、ドキュメンタリーも劇映画も基本的には、同じであるというか、素人だって演じるわけだから、ドキュメンタリーだって演技をするっていうのが前提で今映画を作られてますからね。そういう意味で言うと、もうほとんどドキュメンタリーであれドラマであれほとんど、分けるってことはあんまり考えなくてもいいっていうか、でドキュメンタリーとドラマの違いっていうのは一定あるのは、プロの役者が、演じるという一点だけですよね。で奥崎さんだってあれは奥崎さんが新軍平等兵として彼は生きていきたいんだということの自己表現で、あれは自己新軍平等兵奥崎健三を演じてる映画なんで、じゃなくてそのむちゃくちゃぶりが面白いんだっていう形で商品にして売っちゃって、だから奥崎さんもこいつらと付き合ってられないってことでもう喧嘩別れして帰っちゃって、それから一人で、8年ぐらい一人で生きてたのかな、それで亡くなっていくんですよ。そうですか、はい、もうちょっと直前だったと思います、はい、あそうですか、はい、でもやっぱりその喧嘩別れしても僕思うんですよ、やっぱり監督のことはやっぱりどっかで非常に信頼されてた。いやいや、奥崎さんが亡くなる1、2年前にね、実は奥崎さんは雪降って進軍のパート2を作ってほしいってずっと思い続けてたんですよ。で私は奥崎さんの刑務所に入ってる12年間撮るべきか撮らざるべきかってずっと悩んでたんですよ。でやっぱりこれは作っちゃいけないだろうっていう結論を奥崎さんが出所の日に決心したんです。もう作らないと。だから奥崎さんとも会わずにいたんです。だから奥崎さんはそのことを死ぬまで恨んでたようです、はい、でなぜ、死ぬまで恨んでたってことが分かったかっていうと、奥崎さんが若いもう20代の若い子の、本当に映画のプロではない素人の、男の子に多分バイト代払って、パート2は奥崎さんが自分の中でストーリーを考えてるわけですよ、はい、で出所した日奥崎さんが刑務所から出所するのがシーン1だと。でシーン2は小清水さんのお宅へ行って、息子さんをああいう形にして申し訳ありませんでしたって謝るっていうのがシーン2っていうふうにイメージができてるんです。それを どうやって知られたんですか。いや、もう手紙にが来ましたもん、私とパート2を作ってほしいって言って。だからそこまでは奥崎さんだってイメージとしては分かってる。そこから先はやってみなきゃ分からないって話で。そうです、はい、ちょっと機会を失って、戦乱のアスペースのやつがちょっと見れなかったんですけど、はい、プレスルームにあそこ多分あったと思いますので、はい、ちょっと拝見させていただいて、はい、テレビモニターでちょっとあれですけど、はい、恐縮なんですけども、はい、これからあと、はい、何かもう取り上げるというかもう予定だとかも、うん、一つはね、今非常に困難に直面してるんですが、戦乱が撮影に8年、編集に2年かかってるわけですが、戦乱より少し早く3、4年早く水俣を撮り始めてるんですよ。これが今ね非常に難しいんですよね。戦乱の人たち、なんて言うんでしょうか、
水俣病、70年代の水俣病闘争が持っていた熱っていうのはないんですよね。もう、なんていうかもう、それで、70年代に持っていた熱量っていうのは実は、水俣病の患者のやっぱり第一世代なんですよ。その人たちは、激症型っつって水俣病の症状から言うとみんな重たいもんだからみんな亡くなっていっちゃってるんです。でその人たちの第二世代の人が今頑張ってるって言い方すれば頑張ってるんですが、ご多分に漏れず第二世代っていうのは親指やっぱりどうしても弱いんですよね。で状況も60年間、水俣病公式確認60周年イベントが 2,3 年前にあったのかな。でそのぐらい解決しないで60数年っていう時間が過ぎていくとどうなるかっていうと、もうぐちゃぐちゃです。でぐちゃぐちゃってね、撮りにくいんですよ、映画にしにくいわけです。あの人志村さんです。じゃなくてそういう状況が解決しない状況が続くとね、もう内部でお互いに反目憎悪が増幅していくんですよね。だからそれってなかなかカメラって、回らないですよね、そういうのはね。だから一気に仕上げたいと思ってますが、仕上げられるかなっていう感じがちょっとありますね。不安ですけど、それはちょっとあの、ま